でね、蓮舫さんの仕事きついことも言うんですよ。でもね、私はね、質問でものすごく社会を大きく変えたというのを目の当たりにしてきました。まず一つ目が基金の問題なんです。もうですね、国にはですね、今もうね、私調べてきました、17兆の基金というわけのわからんお金があるんです。これ一回ですね、税金で積んだら予算ももう素通りでいっちゃうみたいな、これを徹底的にね、もうね、いつも基金の資料を小脇に抱えて持ち歩いてるわけです。そしてですね、この前の予算委員会で蓮舫さんはこの基金の問題に切り込みました。長年の資料の蓄積、その結果政府は200の基金を全部見直さざるを得なくなったんですよ皆さん。そして今7兆5000億ぐらいの基金を国庫に返納させるかどうかという瀬戸際なんです。この蓮舫のたった30分ぐらいの質問で一発基金200全部点検になって、河野太郎が弟として点検してるわけです今。そしてですね、もう一つ私はね、これは優しい質問だなと思いました。女の子たちの話、皆さん生理の貧困ってご存知ですか？コロナの時に女性たち、若い女性たち、非正規も多いんです。いろんなですね、飲食店で働いたり、また学校行ってる子もいるんです。生理用品が買えないんですよ。私もですね、まあ皆さん女性はみんなですね、生理の時に生理用品買わなきゃいけないんですよ。割と高いんですよ今、薄型とかなってくるとね。でこれが買えない、それで女性ににとって生理の貧困と言われるこの問題を国としてどう取り扱うんだ。蓮舫さんがビチッと質問した。そうすると47都道府県の自治体がこの質問をきっかけに、しっかりと各自治体がこの無料で生理用品を買えない人たちは配るという動きが全国に広がったんです。これはね、蓮舫さんのね、質問たった15分ですよ。15分一発で全国の苦しい女の子たちが救われました。ちょっと長妻さんも隣にいてるから、ちょっとおまけで、あの消えた年金の話ね、最初は政府はですね、知らぬどん絶だったでしょ。長妻さんが資料を洗って洗って、ものすごく厳しく追及した時には野党はまたギャーギャー言ってると言われた。これで長妻さん、年金はいくら回復されたんでしょう？ 2.8 兆円戻りましたね。 2.8 兆円ですよ。ですからこの問題点をつくというのは、その先にはしっかりと改善をしていく。そしてなぜ今ここがおかしいなということを私たちが大きな声で言うかといえば、声出せない人たちのためなんですよ。そして問題点が分かったら、その先に解決方法も分かってるんです。問題点もつけない、あの自民党のですね、やらせ質問みたいなしてる人たちに政策立案能力ははっきり言ってございません。問題点が分かってるからこそ、これをどう改善していくかということを分かってる。それが蓮舫なんです。で行います。蓮舫さん、立憲民主党の蓮舫です。今日はよろしくお願いいたします。第3次補正予算の時には経済対策ということで、本年の6月末までということで約9300億円余り計上させていただきました。これはこれまで国内旅行の消費額というのは1年間で22兆円の実績がありますから、それがほぼ失われた状況の中でのバックアップでございます。私は課題ではないと思います。で今実績自体は、約、まあ、これちょっと見方も見込みも旅行の特性がありまして、見込みもありますので約1兆1000億程度でございます。ですから残がいいですか？はい、蓮舫さん。いや、ごめんなさい、短く答えていただきたい。1兆補正予算で計上したんですが、それは使われましたか？赤羽国交大臣。これは当初2月の頭から6月末までを想定しての経済対策ですから、この1月の頭から非常事態宣言が続いておりますので執行はされておりません。蓮舫さん、ぜひこのお金を剰余金にするんじゃなくて、 GoTo を今もう一度アクセルを踏むんじゃなくて、困ってる人たちに、底が抜けそうな人たちに使ってもらいたいと提案をしてるんです。コロナ禍は想像を超えた我慢を若い人たちに強いています。学校や社会の仕組みから総理ね、取り残されてもうどうしようもない方たちも出てる。一般社団法人コラボといって新宿とか渋谷とかでもう DV とか虐待で家に帰れない未成年の女の子たちに食べ物や住む場所、居場所を提供している活動している子たちがいるんですけれども、そこに来る女の子たちは今、これまではね、コロナ禍前は支給物資で手にしていたものは女の子ですから、コスメ化粧品あるいはお洋服とかお菓子とかこういうものだったのが、今何を真っ先に手にするか、米、じゃがいも、カレー粉、生理用品だそうです。買えない、食えない、女の子だからどうしてもその生理というのは不可欠ですよね。でもその数百円が出せないっていう現状が今広がっているんですが、厚労大臣、この
生理の貧困って今世界でも動きが広がっていますが、ご認識ありますか？田村厚労大臣。マスメディアでも取り上げておられます、トキシックショックというような形でですね、要は生理用品長時間つけますと細菌等々が繁殖しますので、発熱したりでありますとか、場合によっては血圧低下でありますとか、発疹ということで体調を優れなくなるわけでありますので、こういうものをどうあるべきか、我々も今情報をいろいろと収集しながらですね、検討させていただいております。蓮舫さん、コロナ禍でアルバイトを失って経済的に困窮する学生が増える中で、こうした生理に関する啓発をする若者のグループが国内実態を、今大臣がお話になったように SNS を通じて調査をしたんですね。で、経済的理由で生理用品を買うのに苦労したとの学生が2割、総理5人に1人なんです。安いキッチンペーパーで代用するとか、あと交換頻度を減らすという非常に非衛生的手段、これやっぱりね、こういう女性として逃れられない生理で不衛生に追い込んでしまったり、あるいはその痛み止めの薬も買えなくて学校も行けない、仕事も行けない、どうしようもないと、これ自分の責任だと追い込むような子が、やっぱりこれね、自己責任と言えないと思うんですよ。早急に何か対策というのを考えていただけないでしょうか。はい、菅内閣総理大臣。実はその行政が手の届かない狭間というんですかね、今のようなことについて、NPO の皆さんがさまざまな活動をやっていただいています、政府としては坂本大臣のもとに孤独孤立大臣を坂本大臣に私指名をしました。そして現状を、例えば今蓮舫委員から提案のあったようなこととか、あるいは自殺の相談とか、子ども食堂だとか、いろんな方にお集まりいただいて、結果として今回こうした現場で活躍をしていただいている NPO の皆さんに60億円の予算を思い切ってつけさせていただきました。そうした人たちの支援を、活動を少しでも後押しすることができればいいなというふうに思っております。また、低所得者の子育て世代に一人はに、あるいはその二人親でも低所得の方には5万円ずつ子ども一人に支給をさせていただくなど、そうしたことについて私ども取らさせていただいています。一人親二人親家庭の困窮な状況を改善するための法案、私たちも実際1月に出してるんです。ようやく総理が判断していただけたのはありがたいと思っています。で、その生理の貧困とか数百円で非衛生的な状況に追い込まれる女の子たち、そんなことやっちゃいけない、それは孤独孤立とはまたちょっと違う次元の政策判断になると思うんです。スコットランドは昨年11月、世界で初めて生理用品無料提供の法律を作りました。で、ニュージーランドは今年6月から学校で無料配布、フランスは今年2月から大学生に無料配布で、日本でも東京の豊島区とか兵庫県の明石市が無料配布を決めている。こういう部分、ぜひ細やかに追いかけていっていただいて、施策に結びつけていただきたい、協力は全面的にさせていただきたいと思います。さて、こうしたコロナ禍でね、社会の底が抜けて、これまでの概念が本当に覆される事態が次から次へと起きている中で、総務省の接待問題、3万、5万、7万、10万、国家公務員法倫理規定違反、これ、本当困ってる人たちに、総理ね、総理の考えとしてどう映ってると思われますか。クールジャパンを、それで日本が稼げるようにしていこうって安倍総理はあんなに言ったけども、10年経って真っ赤っかじゃないですか。ぜひこれは見直しをしてもらいたい。もう一つ、財政出動でジャブジャブに金が流れた基金というものがあります。もちろん必要な基金事業は否定はしません。基金という制度も否定はしません。ただコロナ名目で基金に国費が潤沢に流れた結果、令和4年度の基金残高いくらになってますか。河野国務大臣。16兆6千億です。蓮舫さん。16.6兆円、これ2019年の実に7倍になってる。基金に全部必要な額かしら。近年かなりこの基金が水ぶくれしているという現実はあると思いますので、ここは厳格に見ていきたいというふうに思っております。今日は河野さんを応援する意味での内容なので、ぜひやり取りが深い質疑になればと思ってるんですけれども、基金に積まれたお金が国庫に返納する、それが余剰な額があると判断する、そういう数式ありますよね。ございます。少々お待ちください。どっかに資料があるんですが、少々お待ち。あれ、ちょっと待ってください。正式に、すいません、
将来の支出見込みを分母にして、基金の残高を分子にする、保有割合というものでございますが、保有割合が1を超えているものについてはこれは持ちすぎだろうということで、まあ、基金を国庫に返納するということになる。蓮舫さん。高橋さん、ありがとうございました。将来必要とする事業費見込み、これが分母で、基金残高が分子、ほぼ同じな、いらない、そうじゃない、ほぼ同じだったら将来の使う額と残高が1で均衡してたら必要ですねと。でもこっちが大きく膨らんだらそれは余剰だから返してください。で、去年返納額は251億円なんですね。 16.6 兆ある中で251億円、ちょっとやっぱりこれ私相当精査をした方がいいと思うんですが、具体的事例を教えてください。今日経産大臣いろいろすいません。新型コロナウイルス感染症基金とは何でしょうか。西村経済産業大臣。いわゆる民間のゼロゼロ融資および日本公庫などの実質無利子融資について、当初3年間分を無利子化するための、まあ、利子補給をしていくための造成した基金であります。今年度国庫返納するんですが、この額と理由を教えてください。まず民間のゼロゼロ融資の利子補給事業についてですね、令和4年の2月に5246億円を返納し、国庫返納しております。でさらに、今年の8月、令和5年8月に1578億円を返納しております。実はこの金事業は今年度が最後の利子補給事業で、3年後の令和8年度に基金事業は終わります。事業費も毎年縮小してるんですよ、2分の1、去年から見ても。ところが委託費と管理費がそれぞれ倍増してるんです。なんでですか。まず利子補給はですね、3年分を一括して行いますので、3年分の利子補給を受けた事業者が、まあ、3年待たずに繰り上げ返済をしたような場合には当然返ってきますので返納が必要となります。そしてその返納分についての回収業務などにコストがかかりますので、その分の委託費の増加を見込んでいるというふうに承知をしております。事務経費はこの3年間10億、11億、12億で推移しているんです。で、あと3年半で業務が終わりますので、新規受付はありません、貸付審査もありません、融資業務もありません。明らかに業務が減るのに今年度の事務経費が23億倍増。しかもさっき河野大臣からご説明いただいた保有割合の算定式に、さらにこれから3年業務が終わるんですよ、閉じていく、クロージングしていくのに75億事業費がかかる、経費がかかる、毎年25億かかる。で、この保有割合計算式では他の基金にない事務委託費が加算されてるんです。事業委託の事務経費を膨らまして、割合が国庫返納しないで済む1になるように逆算して計上してるんじゃないですか。まさに必要な経費を計上しておりますので、必要と思われる経費ですね。で、これで、不要となれば、必要なければ返納するということであります。いや、納得できません。なんで事業が減るのに人件費、委託費、管理費がどんどん増えていくのか。もう一つおかしいのがあるんです。基金の融資は先ほど大臣も言いました、今年度末の利子補給を最後に3年後にはクロージングします。なのにこの国庫返納しないで済む1に保有割合をするためとしか思えないんですが、これからの3年間2035億、2043億の事業費見込みが計上されてるんです。これゼロじゃないですか。回収の事業などの経費を計上しておりますので。すいません、なんで回収事業が本来の目的の利子補給事業の10倍いるんですか。なんで毎年681億円もいるんですか。西村経済産業大臣。はい、西村経済産業大臣。すいません、ちょっと少し今精査をさせていただいてますが、いや大臣には申し訳ないんですけど、事務方がそれだけ揃っても説明できるのを内容がないっていうのはいよいよ怪しいと思うんですよ。だから国庫返納しないで済むように保有割合の計算式の数字をいじってるんでしょう。これ見直さなきゃダメですよ。以前国会で指摘した解散が決まっていた基金があります、総理。それね、解散直前になんと経費が3倍に膨れてるんです。で、解散時の国庫納付が大幅に減らされてました。その問題指摘したら、その後経費は4分の1に小さくなって、国庫返納2億だったものが29億に増えました。こういうね、使い切りのベクトルが働く基金、見直した方がいいんじゃないですか。
岸田内閣総理大臣。はい、内容について、適正かどうか、こうしたチェックを働かせることも重要だと思いますし、できるだけ客観的に基金の状況等を把握するために、この基金の今後の支出見込みに対する保有割合、これを算出、そして公表させる、こういった取り組みも重要であると考えます。こうした公表された数字のもとに、行政改革推進会議において、適正化に向けて、内容を見直していかなければならないと考えます。蓮舫さん。この基金管理法人も、独法の中小企業整備基盤機構、理事長を含む2分の1半分が旧経産省の天下りです。で、ここに、国は公募を行わないで指定をしてるんです。で、事業は機構から JTB を代表会社とする共同体に委託、旅行会社に利子補給を委託してるんです。で、さらに JTB の 100% 子会社等に再委託されてるんです。持続化給付金の時もありましたけども、中抜きと疑われないような基金管理法人の設定もこれ大事なんじゃないですか。蓮舫さん。取り上げた2つの基金、総理、国庫返納しないために、その計算式の数値を大きく見積もる、事務経費を大きく見積もる、そのことによって溜め込んでいる恐れがあるんです。ところが政府が言うのは、この保有割合1を超える基金、ね、余剰で国に返せという対象はわずか27事業しかなくて、対象額は1046億しかないって言ってるんです。今の2つの事例を見ても、すべての190の基金事業を洗えば、16.6兆のうち数兆円規模で私は眠っているお金を国庫に返納させられることができると思う。これこそ歳出改革じゃないですか。やっていただけませんか。そういった指摘を受けることがないような説明責任を果たしていく努力がまず大事だと思います。厳密に国としても内容を審査上で適切に国庫返納を促していきたいと考えます。歳出改革が必要だ。少子化対策 3.5、 防衛には毎年2100、減税財源もいる、いろいろ言ってるんだけど本当のことやってないんですよ。それなのに今度出てくる補正予算案に経産省 3.4兆、文科省1兆の基金が出てくるっていう、これ順番逆だと思いますよ。洗ってから基金の予算要求してもらえませんか。